シェイクスピアの戯曲ジョン・ギルバートの1849年の絵画ウィリアム・シェイクスピアの演劇のいくつかの場面と登場人物を含む本項目では舞台におけるウィリアム・シェイクスピアの上演の歴史を取り扱う。16世紀末以降、シェイクスピアの戯曲の舞台上演は数え切れないほど行われてきた。シェイクスピアの生前は名作と言われる戯曲の多くは 国内大臣一座及び国王一座によりグローブ座やブラックフライヤーズ座で上演された。初演の役者としてはリチャード・バーベッジ、リチャード・カウリー、ウィリアム・ケンプなどが挙げられる。シェイクスピア劇は作者の死後も空域期間が始まるまで継続的に上演されていたが、1642年にほとんどの一般向け上演はピューリタンの支配層により禁止された。 イングランド王政復古の後、シェイクスピア劇は手の込んだ背景を使って芝居小屋で上演されるようになり、さらに音楽やダンスが取り入れられ、雷や波、花火などの効果も舞台で用いられるようになった。この時期に、シェイクスピアの台本は上演のために改作、改善されたが、これは後世の人々にとってはショッキングなほど原作を尊重しないものであった。 ビクトリア町のシェイクスピア上演は大がかりなもので頻繁に場所が変わるため凝った背景の転換によりしばしば芝居のペースが失われたが20世紀にはこれに対して原点に立ち戻ったりシンプルで抽象的なスタイルで上演する動きが起こったシェイクスピアが初期に作品を書いた劇団ははっきりとは知られていないタイタス・アンドロニカスの1954年版の タイトルページは三つの異なる劇団により演じられていたことを明らかにした。テムズ川の北のショアディッチにあるシアターザとカーテンザにて、ロンドンの人々はヘンリー4世の一部を見るために群がった。シアターザの家主は、その劇団との契約を更新しないことを発表した。その団体は劇場を解体し、その木材をグローブ座を建設するのに使用した。 サザークのテムズ川の南側の土手に俳優のために俳優によって初のロンドンの劇場が建てられた。グローブザは1599年の秋にオープンした。それに伴い、ジュリアス・シーザーは初上演された作品の一つだった。ハムレット、オセロ、そしてリア王を含むシェイクスピアの最も素晴らしい1599年の後の戯曲はグローブザのために書かれた。 再建された、ロンドンのグローブ・ザ・グローブ・ザのような他のロンドンの屋根が、開かれた公共の劇場は張り出し舞台を使用し、布の天外に覆われていた。ステージの後ろの2階建てのファサードの裏には楽屋があり、ファサード上部の窓には、ロミオとジュリエットのバルコニーのシーンができるような場所があった。ファサード下座にあるドアは、テンペストの最後のような発見のシーンに使われていたのかもしれない。 ステージのトラップドアはハムレットの幽霊に関係する場面のような演劇効果のために演じる付随的な動きのために使用できた。このトラップドアの場所はヘルと呼ばれそれと同様に上の天外はヘブンと呼ばれた。演出と上演劇の特徴についてあまり知られていない。ステージの小道具は最小限度のものだったと思われる。 けれども、衣装の材料は可能な限り手の込んだものだった。プロローグでロミオとジュリエットに言及した2時間の上演は架空のことではなかった。つまり、その年の政府の反感のせいで正式に上演時間を制限することになった。劇団がどれほど深刻にそんな命令を受け入れたのか知られていないが、脚本は大急ぎで上演された。 あるいは現存している台本は上演のために省略された。さらには両方だった可能性もある。シェイクスピアの独自の演劇が上演された他の主な劇場はリチャード・バーベッジの父のジェームズ・バーベッジによって建てられた屋内の劇場の第にブラックフライヤーズ劇場だった。そしてジェームズ・バーベッジは区内大臣一座の団長だった。しかし近隣住民は バーベッジに、宮内大臣一座が演じるために劇場を使うことに、対して何年間もバーベッジに抗議し続けた。ついに1608年に、国王一座はその劇場の所有権を獲得した。1603年に、宮内大臣一座は、国王一座に改名された。彼らは、ジェームズ一世の新しい宮廷において、特別な関係に入った。 上演記録はまばらにしか残存していなかった。しかし、国王一座は1604年の12月1日と1605年の8月のマミア邸でベニスの商人の2回の上演を含めシェイクスピアの戯曲の7本を上演したことが知られている。1608年の後に一座は冬に屋内のブラックフライヤーズ劇場で夏にはグローブ座で7ヶ月間上演した。 ジェームス・一世時代の贅沢に上演された仮面劇の流行と結びついた屋内のセットは、シェイクスピアにより入念なステージ装置を紹介するのを可能になった。そして、シェイクスピアにより入念なステージ装置を導入させることを可能にする新しい状況を作り出した。この劇場では、例えばシンベリンにおいてジュピターは様々な特殊効果を使いながら降りてくることができた。 屋内の劇場で演出された劇曲によってどうやら音響効果と音楽の使用もまたより多くなった。1613年6月29日にグローブ座はヘンリー・パスーの上演中に燃え上がった。上演中に作動した演劇用の大砲は不発だったが、木製の量とや根吹きの材料が燃えた。その出来事の現存しているわずかな文書の一つによると、 燃えているズボンを一本のエール瓶で消した男性を除くと負傷者はいなかった。シェイクスピアの上演の日付はその出来事があったために素晴らしい正確さで記述されている。ヘンリー・ワットン・今日は上演の豪華さを記録している。その劇場は再建されたが、ロンドンにある他のすべての劇場のようにグローブ・ザ・は1642年にピューリタンによって閉鎖された。シェイクスピアの一団には、 リチャード・バーベッジ、ウィル・ケンプ、ヘンリー・コンドル、そして、ジョン・ヘウィングスなどの役者たちが所属していた。バーベッジは、リチャード三世、ハムレット、オセロ、そして、リア王を含むシェイクスピアの戯曲のたくさんの初演で、主役を演じた。人気のある、喜劇俳優であるウィル・ケンプは、他の作品の中で、ロミオとジュリエットでピーター、そして、カラ騒ぎで、ドッグベリーを演じた。彼は、 16世紀の変わり目にロバート・アーミンによって引き継がれた。そして、ロバート・アーミンは例えば、お気に召すままで、タッチストーンとリア王で同系を演じた。演出スタイルについてほとんど正しくわかっていない。批評家たちは最高の俳優を彼らの自然さを称賛した。ハムレットが示唆しているように、怒鳴ったりわめいたりする役者は軽蔑された。ハムレットにおいて、 劇作家はステージで即興をした道家師の不満を言う。現代の批評家はしばしばこの点において特に憲法を非難する。リチャード・タールトンによって絶頂に達したコメディのより古い伝統でしばしば劇団の主な呼び物の道家師は喜劇の和剣義を作ることに責任があった。ジャコビアンの時代までにはユーモアの形は高等のトンチにとって変わった。ウィットの口へ。 舞台上での衝撃を示している。そして、左下隅のフォルスタッフ。シェイクスピアの戯曲は、彼の死後、空域間まで上演され続けた。そして、その時、人前で行うほとんどの上演は、ピューリタンの支配者によって禁止された。ステージ、コスチューム、風景幕の使用を認められなかった間、役者はやはりなお、大体複数種類のジングで終わる。 大きな演劇の断片の衝撃を演じることによってどうにか仕事に精を出した。シェイクスピアは作品をこれらの場面のために利用された劇作家のうちの一人だった。シェイクスピアから取ってきた衝撃の中で目立つのものは直行ボトムだった。1660年の王政復古でシェイクスピアの戯曲の権利は二つの新しい公認の劇団の間で分配された。つまり、 トマス・キリグルーの国王劇団とウィリアム・ダベナントの公爵一座だ。その許可システムは200年間行われていた。つまり1660年から1843年まで2つの主な劇団のみ定期的にロンドンでシェイクスピアを上演した。ダベナントはジョン・ロウインとジョセフ・テイラーのような初期スチュワート長の役者として知られていた。 ダベナントはそれ以前の伝統との連続性を確立させた人物だった。したがって、ダベナントの役者に対するアドバイスは、以前の稽古方法を反映している、可能性があるものとして関心を呼んでいる。返して、しかしながら、革新は、王政復古時代の劇団の当時の流行だった。けれども、ジョンダウンズは、国王一座には、初めのうちは、 チャールズ一世時代の何人かの役者がいたと伝えている。しかしながら、両方の劇団は空域間によって芝居の上演が余儀なく中断されてしまったせいで過去から分断された。王政復古時代の役者たちはよく18時から21時の夕方に額縁舞台で演じた。舞台装置と小道具はより成功で変更可能なものとなった。あるいは、 とりわけ大山を務めていた少年俳優は女優にとって変わられた。比較的高価な屋内の劇場の監修は、グローブ座の多様なしばしば手に負えない群衆よりも、より裕福で、高学歴で均質だった。ラベナントの一団は、ソールズベリーコート劇場から始まった。それからリンカーンズ・イン・フィールズの劇場へ移り、ようやく、ドーセット庭園劇場に定着した。 ギボンズテニスコート座で活動した後キリフルーはドルリーレーンのクリストファーレンの新しい劇場に定着した。両劇団の観客は演目がエリザベス一世時代の人たちが喜ぶこととはかなり異なることを期待した。悲劇において彼らの好みは英雄劇になった。コメディにおいて彼らの好みは風習喜劇となった。パトロンはシェイクスピアが好きだったがパトロンは シェイクスピアの儀曲が自分たちの好みに合うことを望んだ。王政復古時の作家はパトロンの願いを聞き入れて自由にシェイクスピアの脚本を本案した。ウィリアム・ダベナント・とネーハムテートのような作家は当時の感情に合うようにシェイクスピアの演劇のいくつかを書き直した。そして、それは、 フランシス・ボーモントとジョン・フレッチャーの上品なコメディや新古典主義演劇における三一致の法則を支持した。1681年にテートは、シェイクスピアの原作の悲劇をハッピーエンドに修正した改作のリア王の歴史を提供した。スタンディ・ウェルズによると、テートの改作は、1681年から1838年までに実施されたあらゆる公演で、 シェイクスピアの台本にとって変わった。そして1838年にウィリアム・チャールズ・マクリーリーはシェイクスピアの原文を短く再編成したリア王が上演された。テートはエドガーとコーデリアの恋物語などを付け加えていた。テートのリア王はシェイクスピアの悲劇の構想に無関心から生じたまずい発想の改作の例として依然として有名なままだ。 テ都トの才能は言葉の使い方ではなく構成にあった。彼の書き入れた多くは言葉は陰律に愛さえしない。彼のリア王は諸子、エドマンドの最初の注意を引くようなスピーチとともに見事に始まる。そして監獄にいるコーデリアのリアの勇敢な救出と王座への正義の復帰で終わる。一世紀以上もの間演劇界はリア王や ロミオとジュリエットなどのシェイクスピア悲劇についてテートによるハッピーエンドの改作を採用し要求もしてきた。このようなテートや演劇界の世界観は社会における道徳観とその社会において演劇や芸術が果たすべき役目に関して考え方が大きく異なっていたことに起因するシェイクスピアの改作は私たちのより癒しい本能に 道徳的な鏡を上げることによる前向きな変化をさせる仲介者として演劇の責任を考える。啓蒙と理性の時代は、シェイクスピアの道徳に反する悲劇の構想と彼の悲劇の作品が上演できないことを考えたからこそ、私たちが現在、シェイクスピアの最も素晴らしい作品のいくつかと考えるものの程度の解釈は18世紀の間舞台を牛耳っていた。 テートの作品は今日滅多に上演されない。けれども、1985年、ロナルド・レーガンの時代のリアと呼ぶ人もいた。リア王の歴史をリバーサイド・シェイクスピア・カンパニーはシェイクスピアセンターにて上演を成功させた。おそらく王政復古時代の結果のより典型的な例はラベナントの恋人たちに厳しい掟きだ。尺にはサシオの主な話の節と、 から騒ぎの話の脇節が結合した1662年のコメディだ。その結果は王政復古時代の喜劇の特色の外観だった。ベアトリスとベネディックはクラウディオとヒーローに並行するように取り入れられた。つまり、最初から最後までの全体にわたって強調されている要素は基地に富んだ会話だ。そして、 シェイクスピアの欲望に焦点を合わせた主題はずっと控えめに扱われた。その台本は三つの結婚とともに終わる。ベネディックはベアトリスとクラウディオはヒーローとそしてイザベラはイザベラの美徳への攻撃が策略であったアンジェロと結婚した。ダベナンとはたくさんのつなぎのシーンを書いた。そして英雄主体に行連句として シェイクスピアの陰文の多くを作り直した。王政復古時代の劇作法の最後の特徴は、シェイクスピアの台本に影響を与えた。亡命者がフランスで発展させたオペラの特色は、同様に、シェイクスピアのオペラに影響を与えた。ダベナントとジョン・ドライデンは、オペラ、テンペスト、または、魔法の島を作った。彼らの作品は、ミランダの妹、 ヒッポリトという女性を見たことがない男、最後に原作とは違う、もう一つの結婚を登場させた。オペラ化された、シェイクスピアの他の作品は、夏の夜の夢とチャールズ・ギルドンの尺には殺しようだった。現在、どれほどそのような修正は悪い方へ行ったと思われているようであっても、その修正は王政復古時代の劇作家と聴衆に理解された。 その劇作家はシェイクスピアに来参者としてではなく、劇場の専門家として近づいた。1668年にドライデンが述べているように、ボーモントやフレッチャーは人気があったが、シェイクスピアやベン・ジョンソンはそれほど上演回数が多くなく、シェイクスピアはそれらに時代遅れになったと思えた。けれどもほぼ全員、彼らはシェイクスピアの作品を改訂して、 最新のものにする必要があると思った。ほとんどのこれらの改訂された作品は舞台で失敗したけれども、多くは数十年間舞台で流行し続けたり、トマス・オットウェイのローマを舞台にした、ロミオとジュリエットの改作は1680年と1744年の間舞台からシェイクスピアの原作を追いやったように、ボーモントとフレッチャーの舞台上演における、 占有率はだんだんと低下したが、18世紀初頭に、レパートリー上演で重要な役割を果たしたのは主に、改訂された、シェイクスピアの儀曲だった。18世紀においては、シェイクスピア劇の上演に3つの大きな変化があった。イングランドでは、スターシステムの発展により演技にも制作にも変化があった。18世紀の末には、ロマン主義革命があらゆる芸術に影響を及ぼし、 このため演技も影響を受けた。同時に役者もプロデューサーもシェイクスピアの台本に立ち返るようになり、ゆっくりと王政復古期の改作を駆逐するようになった。世紀末になってようやくシェイクスピア劇がグレートブリテン当該の地域、アメリカ合衆国のみならず多くの大陸ヨーロッパの国々でも上演リパートリーに組み込まれるようになった。ウィリアム・ホガース。 リチャード3世に噴したデイビッド・ギャリック、ウォーカー・アート・ギャラリー。ボズワースの戦い直前の天幕の場面で、リチャードが殺した人物の亡霊につきまとわれる。18世紀にはシェイクスピアは、ロンドンの舞台で優位に立っており、一方で、シェイクスピアの上演はどんどんスター俳優が出演する、呼び物となっていった。1737年に、 演劇検閲法が施行された後、上演される芝居の4分の1はシェイクスピアになり、少なくとも2度、ロンドンのライバル劇場が全く同じシェイクスピアの芝居を同時期にかけ、集客も良好だったということがあった。これは演劇文化において、シェイクスピア役者がどんどん目立つ存在になっていったことの目覚ましい例で、あり、大きな呼び物となったのは、 コベントガーデンのスプランガー・バリーとドルリー、レーン劇場のデイビッド・ギャリックというに、大男性スターのライバル関係であった。1740年代には、チャーリス・マックリンが、マルボー・リオや、シャイロックのような役を演じ、デイビッド・ギャリックは1741年に、リチャード三世の役で名を挙げ、こうしたことによってシェイクスピアは大変な人気を博すようになった。 ギャリックは1747年から1776年までの間に26作シェイクスピア劇を上演することになり、1769年には、ストラトフォードイコールアポンイコールエイボンで、シェイクスピアジュビリー祭りを開催した。しかしながらギャリックは自由に、シェイクスピアの作品を本案しており、ハムレットについて、あの大きな芝居を、ガラクタマミレの 第5幕から救わずに舞台を離れることはしないと誓いました。墓掘りの冗談やオズリック、フェンシングの試合はなくして上演しますと言っていた。どうやら30代後半のバリーやギャリックがある、シーズンは若きロミオを、翌シーズンは置いたリア王を演じることについて、差し障りがあるとは考えられていなかったようである。18世紀において芝居を間に迫ったものにするためには、 役者が身体的に役に適していることが必要だとは考えられていなかった。このことは40歳のセオフィラス・シバーが10代の自分の娘ジェニーのジュリエットを相手にロミオ役を務めた1744年のロミオとジュリエット上演で典型的に示されている。シェイクスピア劇の中には作者の存命中に大陸ヨーロッパで上演されたものもあるのではないかと。 言われている。ルートビヒティックの指摘によると、ハムレットその他の芝居について、代歴は定かではないが確かに非常に古いドイツ、五番台本が存在していた。しかしながら、シェイクスピア劇がドイツの舞台に定期的にかかるようになったのは18世紀半ばのことであった。ドイツでは、ゴットホルトエフライムレッシング、ヨハンボルフガングフォンゲーテ、 ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーなどがシェイクスピアを論じている。フランスでは、ビクトル・ユーゴーが、グロデスクの芸術家として、シェイクスピアを称賛した。19世紀には、劇場も上演用背景もますます手の込んだものになり、上演用の台本は、ペースやアクションを犠牲にしてでも、独白やスターをさらに目立たせるため徐々に、カット、再構成されるようになっていった。 背景を変えるためしばしば上演を中断せざるを得ず、このためもっと上演が遅くなり、耐えられる長さに上演時間を保つためさらなるカットが必要とされるようになった。シェイクスピア劇はかなりのカットなしでは上演できないほど長いという原則が広く受け入れられるようになった。17世紀の役者はエプロン部分に乗って前に出て観客と接触することができたが、 こうしたものがなくなったため、役者は第四の壁、プロセニアムアーチの後ろにずっと留まるようになり、オーケストラピットによってより観客から遠ざけられるようになった。ビクトリア朝のシェイクスピア上演はしばしば歴史に忠実な衣装やセットを用いて絵画的効果を追求した。アントニーとクレオパトラにおける回線や船に関する場面の上演はその目覚ましい例であるとされている。 この結果、非常にしばしば芝居のペースがめちゃくちゃになった。19世紀末になってくると、ウィリアム・ポールがこうした、早調なスタイルに反発を示した。張り出し舞台を用いた一連のエリザベス朝風の上演において、ポールは芝居の構造に新たに注意を払った。19世紀を通しては、伝説的な役者が多数現れ、出演する芝居よりもこちらが注目されがちである。 サラ・シドンズ、ジョン・フィリップ・ケンブル、ヘンリー・アーピング、エレン・テリーなどである。正当的な演劇において、スターになることはまず、偉大なシェイクスピア役者であることを意味するようになり、男優にとっては、ハムレット、女性にとっては、マクベス夫人を演じて、名を挙げ、特に華麗な独白を美しくやり遂げることが、重視された。シェイクスピア上演におけるスペクタクル、スター。 独白などの絶頂期は役者兼マネージャーであるヘンリー・アーピングとその共演者エレン・テリーが君臨した時代であった。この二人による上演は凝った舞台でしばしばオーケストラによる不随音楽がついており、1878年から1902年までロンドンのライシーアム劇場で実施されていた。同時にルーツとしてのシェイクスピアの原点、張り出し舞台。 背景のない流動的なエリザベス超演劇の場面転換に回帰するという革命的な動きがあり、これについてはウィリアム・ポールのエリザベサン・ステージ・ソサイティが影響力を持った。20世紀初頭にはハーリー・グランビル・パーカーがクオート版とフォリオ版の台本をほぼカットせずに演出した。一方でエドワード・ゴードン・クレイグなどは抽象的な上演を主張した。 どちらのアプローチも今日見られる様々なシェイクスピア上演のスタイルに影響を与えている。さらに20世紀においては様々なシェイクスピア劇の視覚表現が誕生したゴードン・クレイグが1911年のハムレットのために行ったデザインはキュビスムの影響を受けた画期的なものであった。クレイグは空間をシンプルな平面の枠張りもので規定した。モノクロームのキャンバスを木枠に広げ、 自立できるよう一緒に蝶子外で止めた。こうした平面の枠張り物による構成はクレーグが独自に編み出したものではなかったが、これをシェイクスピア上演に適用するというのは全く新しいことであった。枠張り物はいろいろな配置に並べることができ、このおかげでヨーロッパやアメリカのどの劇場でも普通に使える物品や手法を用いて、 建築物や石のような抽象的構成物を真似て作るテクニックが生み出された。20世紀のシェイクスピア劇の背景における2度目の大きな転換点はバリー・ヴィンセント・ジャクソンがバーミンガム・レパートリー・シアターで上演した1923年のシンベリンであった。このプロダクションは現代の衣装による上演というアイディアをシェイクスピア劇に再導入したという点で画期的なものであった。 第一次世界大戦前にもいくつか小規模な例があったため、この上演が最初の現代の衣装による上演というわけではなかったが、シンベリンは初めて露骨なやり方でこの仕掛けに注目を集めたプロダクションであった。ヤーキモーは掛けにイブニングドレスを着て登場し、宮廷の人々は軍服で変装したイモジェンはニッカーボッカーズに縁な脂肪を被っていた。 批評家はこのプロダクションについて、プラスフォーアーズのシェイクスピアというキャッチフレーズを考案した。この実験はそこそこ成功し、演出家の h k エイリフは2年後にハムレットを現代の衣装で上演した。こうしたプロダクションのおかげで今日では、おなじみの現代の衣装によるシェイクスピア上演への道が開かれた。1936年に、 オーソン・ウェルズが連邦劇場計画により雇用され、ハーレムにおいて全員アフリカ系アメリカ人のキャストでマクベスを演出した。ウェルズはアフリカの魔術に完全にコントロールされている邪悪な王が治めている19世紀の配置に舞台を変更したため、この上演はブーリュー・マクベスとして知られるようになった。当初は敵ある反応を示していたが、黒人コミュニティは この上演に大変好意を示すようになり、ラファイエット劇場が10週間満員になった結果、ブロードウェイでも幾分成功を収めて、全国ツアーまで行われた。20世紀において、シェイクスピア劇の設定を変更するトレンドを取り入れた、他の注目すべき上演としては、h k イリフによる1928年の、マクベス、オーソンウェルズによる1937年の、ジュリアス・シーザー、 デイビッド・サッカーによる1994年のコリオレイナスなどがある。1978年、ロイヤル・シェイクスピア・シアターにて、チャジャウマ・ナラシの脱構築的な上演が行われた。主要キャラクターが、観客の間を通って舞台まで歩き、酔っ払った演技をして、性差別的な言葉を叫び、背景を引き裂く。報道が行われた後も、自分は本当に役者が暴れているのを見ていると、 思い込んで上演から逃げ出す観客がいた。UK のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーは21世紀に2つ大きなシェイクスピア・フェスティバルを行った。最初のものは2006年から2007年にかけての全作品上演であり、シェイクスピアの擬曲都市のべてを舞台にかけた。2つ目は2012年の世界シェイクスピア・フェスティバルで、ある、これは2012年のロンドンオリンピック。 文化プログラムの一部で世界中から数千人ものパフォーマーを集めて70本近い上映を行った。ここで行われた上演の半分以上はグローブとグローブフェスティバルに参加したプロダクションであった。このフェスティバルのプロダクションはすべてシェイクスピア研究者、演劇人、ブロガーによってレビューされており、イヤー・オブ・シェイクスピアプロジェクトと呼ばれている。2009年5月にジュドローが タイトルロールを務めるハムレットが、ウィンダム劇場ウエストエンドシーズンの一環として、ドンマーウェアハウスで開幕した。ローの他には、ロン・クック、ピーター・アヤ、グイ・リム、リー、ジョン・マクミラン、ケビン・マクナリー、ググバ・サイコール・ロー、マット・ライアン、アレックス・ウォルドマン、ペネロープ・ウィルトンが出演した。このプロダクションは6月3日に正式に開幕し、2009年8月22日まで。 続いた。2009年8月25日から30日までは、デンマークのエルシノア城でも上演され、ニューヨークでは、ブロードウェイのブロードハースト劇場でも上演された。劇団プロペラは世界中でオールメールのシェイクスピア上演を行っている。フィリダ・ロイドは、ロンドンで継続的にオールフィメールキャストによる上演を行っている。シェイクスピアは、最も多く映画化された作家である。 映画化作品、特にティーンの観客向けにマーケティングされているハリウッド映画の中にはダイアローグではなくプロットだけを用いたものもあり、一方で戯曲を簡略化したような映画化もある。シェイクスピア劇は初演時点では当時の服装で上演されていた。役者は舞台の外でも見受けられるような服装で演じていた。この潮流は18世紀ジョージアン時代まで続いており、 この時期までは当時のファッショナブルな服装が衣装として採用されていた。シェイクスピアの死の数世紀後、19世紀になって初めて過去を振り返ってシェイクスピアのスタイルに忠実に上演しようという動きが始まった。ビクトリア朝の人々は歴史的な正確さに魅せられており、教養あるミドルクラスの人々にアピールするため、この潮流が舞台にも及んだ。 チャールズ・キーインは特に歴史的コンテクストに関心を抱いており、自分のプロダクションのため過去の衣装やセッティングを調査するのに長い時間を費やした。20世紀までには人工的にシェイクスピアの時代を模倣したスタイルが出来上がっていた。21世紀の時点においては、舞台においても映画においても歴史に忠実な衣装をまだ用いている上演は大変少なくなっているが、 1990年頃までは事実上ほぼすべてのシェイクスピア劇の台本に忠実な映画化作品において正確な時代交渉に基づく衣装が用いられていた。このパターンを破った最初の英語の映画は1995年のリチャード三世であり時代を20世紀にアップデートしてリチャードとその支持者たちにナチスを思わせる衣装を着せつつ シェイクスピアのダイアローグは変更せず制作した。ありがとうございます。